今回は私宛にお手紙をいただきまして、拝啓松重豊様、奥様が、はい、器用なんです。うまかったんですか。はい、そばでこういう下準備やってるんだけど、ちょっとでも手抜いくとこの物差しパチッと。奥さんは怒られてたんですか。ニュピの小川と言います。あ、どうも、お手紙拝読いたしました。 ありがとうございます。ニュピ、ニュピと読めないんですけど、グニュニュピ、人がいるおかげで僕はやれてんだなっていう戒めの